うっかりカジウルフです。今回はフレンドが主催したウェアウルフだらけの試練に参加しました。この者もカジウルフの使い手としてね。呪い解除や。ラストに着くまでも双子のボスとか、若干カオスになりながらも問題なく突破。カジウルフタンクとしてやっております。タゲは取れないんだよね。一回ゴリ押しでやってみてラカートを削りきれなかった。左の部屋を走るランナーウルフを決めて、思う存分ドッグランもとい、ウルフランしてきてもらいます。行くぜー。ほえるぜ。お前をモフモフの海に沈めてくれるわ。みんな、容赦なく噛みなさい。いつもダンジョンでは我慢してるけど存分に噛んでいいのよ。こっち来いやー。バッシュワン。いい感じだ。タゲは相変わらず取れない。おう、大体こうなるね。火力は倒せる分あるんだけどな。専用の装備でもないとタゲが散らばる散らばる。前に回り込んでなんとかならんかったわ。とにかくモフれ。今夜の食事だ、モフりまくれ。ウルフが試練やダンジョンで使いやすくなった点はやっぱり蘇生できるようになったからだな。というかそれまで知らなかったわ。ウルフを使って蘇生までする事態になったことなくて。やべ、毒った。いや呪いだ。解除解除。そこでやる。こっちなんだけどな。本来のキープ場所もう全然場所関係なくなってるよ。よみがえれ、ウルフの天使たちよ。おっと、またザコ来た。ウルフ派は蘇生ができるようになって嬉しいとよく聞くね。この者もウェアウルフはスカイリムの頃に使ってた。確かカジートで、この者が後に改変身を残してると言ったら、どうする的な遊びのために、奥の手としてウルフになってた記憶がある。ということはスカイリムより前の時代でこれやってるから先祖に当たるかもしれない。帝国の犬、元い猫として活躍するのはもっと後の話。とかいろいろ書いてたらドッグランから帰ってきたウルフたちのおかげで最初の全滅を免れたよ。おっしゃ、最後まで来た。食らいつくぜ。すべてをモフモフの海に。おおおお。やったったわ。ウルフだけでも全然いける。以前もウルフだらけの試練に参加したことがあり録画してましたが、外付けがダメになって残念。もう一度機会があったのでアップしました。これは3月のエソですね。モフモフだらけのモーブロー果樹の様子でした。ガチ攻略以外にもたまにこういう遊びやネタっぽいのも参加してます。城とかでは自由にやってるけど、ウルフで遊べる機会が多くないので嬉しいね。それではまた。